こんにちは。転売王堀秀夫です。今日は、ワインについてですね、たまたま、インターネット見てたら、大富豪のランチ代っていうのがあってですね、すごい、500万近い値段の、ランチなんですけど、それにワインが出てくると。でちょっと値段とかね、記載がおかしいんで、あれでと思ってちょっと調べたんで、そのことをシェアさせていただきます。まずその記事に出てくるワインですけど、代表的というかね、いくつもお酒出てきますけど、その中の一部、まずこの値段を覚えておいてください。ルイ・ドレレール・クリスタル・ロゼのマグナム、14万9千円ペトリウス41万8千円ペトリウス23万6千円ペトリウス63万5千40円それからロマネコンティ、ドメール・ノダ・ロマネコンティの、ラターシュ、86万1840円、同じくラターシュの25万6132円と。ペトリスがね、グラス売りという記事なんですけど、これ、スポットライトの、記事を読んでたらですね、ロマブビッチ、チェルシーのオーナーロマブビッチのランチ代というのが出てきました。で、ふむふむと、ね、1兆円の億万長者はどんなランチを食べてるのかと。いうのでふむふむと見てったら、このレシートが出てるんですけど、これね、前ね、なんかね、お金持ちのなんか生活とかそういう感じのレシートで出てきたものですね。という感じで見て、で、アブラモビッチの子供がアップしたのかなというのでね、ちらっと不思議に思いました。で、このレシートの翻訳です。でね、パスタとか食べてんだけど、すごい高いワインをね、ガンガン飲んでると。ラターシュ・ロマネコンディ3、170万。それから、クリスタル・ローズ・シャンパン・マグナム、114万。それからもう一個、シャトー・ペトリウス、1万ドル。というのが出てました。で合計で、4万7000ドル、約537万と。でね、この記事、ここはどうでもいいんですけど、水とシーフードスパゲティがね、1365円と4100円は、高級店だと分かると。これね、ニューヨークのアッパーイーストサイドだとね、別に高級っていうか、普通の値段だと思います。日本だとね、高いかもしれないですけどね、ニューヨークは、家賃も高いですし、大体こんなもんかなと。それはさておき、その中でも目を引くワインのっていうのでね、ワインの解説というかね、調べたのが出てくるんですけど、なぜかワインがね、すごい年代物の古いワインを持ってきて、さらに輪をかけてね、一杯、この記者の方は、ワインが日本じゃなくて、一杯2杯で売ってるんだと思ったんですね。でさらになぜか 250cc と、ね、グラス一杯 125ml だし、なぜそこで理科の実験のように cc になって、しかも倍なのか。完全に意味不明なんですけど、それにしてもね、ラターシュがボトル1本5000ドルって安いなと。普通に考えたらね、先ほど見たラターシュ、安いもんで18万、20万、25万ぐらいですから、通常レストランではね、5倍で出します。そう考えると125万円と1万ドルぐらい。で良心的に安く出したとしても8000ドルぐらいと。それがなんでね、5000ドルって随分安いんだなと、ちょっと不思議に思いました。で続いてペトリウス。ね、ペトリウス、これもね、同じ1杯56万円って、だから、ペトリウスだのね、ラターシュだの、グラスワインっていうのは、開けたらその日に売り切れるようしか売れないんで、通常こんな高級ワインをね、グラスで売ってる店なんてないです。でね、ボトル売りなんですけど、それにしてもね、5000ドルはありえないと。もうそもそも原価割れの可能性が高い。普通に考えたら250万ぐらい。なのになぜか5000ドルと。クリスタルローズ、シャンパンマグナム。これはね、18万ぐらいだから、50何万円っていうのは、安めではあるけど、あり得るかな。ありえないってことじゃないかなと。それにしてもね、ペトリウスと、ドメロ・ロマネコンティのワイン、ね、それからクリスタルのマグナム。これ全部揃えてるってすごい店だなと。ミシュランの三つ星でも滅多にない。ね、歴史のあるシャトーレストランとかね、あるいは、誰でも名前聞きゃわかるようなね、パリの一流レストランなら置いてあるでしょうけど、
それ以外の店、名前も聞いたことない店でね、このワインの品揃えはすげえなと思いました。でもね、すげえなというよりは、これ Google マップだし、サイト見てメニュー見ると安い値段が載ってるし、いろんな他の食べ物ですね。どう考えてもこの、クリスタルだの、ペトリスだのが置いてある店ではなさそうだと。ね、でそもそも、これ、ニューヨークの一番人気のお店のメニューですけど、別な店の。メニューにね、値段載ってないですね。日本もそうだと思うんですけど、高い店ってのはメニューに値段なんか載せないのが普通です。まあ、そもそもね、金額気にするような人は来なくて結構というような、まあ、高飛車なことなんでしょうけど、まあ、そういうクラスの店じゃないと、このワインの品揃えはありえないと。ちなみにニューヨークで一番高いと言われてるね、日本人のやってるマサ。ここの場合はね、もうこういうふうに、値段なんて全くわからないと。ただ予約をするときに200ドルのデポジットが必要だということしかわからないサイトになっています。まあ、それ考えると、このレシートね、店の店員がいたずらで作ったレシートがね、広がったんじゃないかなと思います。多分これが一番可能性高いと思いますね。どう考えても、ペトリュスと、ドメルノ・ダ・ロマネコンティのラターシュ、ね、クリスタル、それらのワインが置いてあるわけがないと、ね、で、あるいはね、アブラモビッチか友人の馴染みの店で、まあ、じゃあワインをね、飲もうよと。で、飲みたいワインをあらかじめリクエストして取っといてもらったと。で、原価だけレシートを持ってると。まあ、これなら値段のつじつまはありますけど、いや、そんなやり方するのってあんま聞いたことないんでね。まして、そのイタリアレストランがいきなりこのドメルノ・ロマネ・コンティと、ね、クリスタルのロゼのマグナム、それからペトリス。これね、普通に状態いいものを買うだけでも結構大変なワインなんで、まあ、付き合いのあるね、高いワインを買ってる付き合いがなきゃいきなり買えるもんじゃないと。まあ、可能性が低いですね。で、どっかのお店のレシートだけど、店の部分を誰かが凝らしたと。ね、本当の店の方からクレームついちゃまずいんで、レシートの上の部分だけ凝らしたという可能性もありますね。まあ、でもそんなことするんだったらね、もうちょっとそれっぽい店のコラを作るはずなんで、まあ、これも可能性低いかなと、ね。ってことは、一番可能性が高いのは、アップしているレシートが、偽物だと、いたずらだったというのが可能性高いかなと思いました。まあね、いろいろ見てると不自然なことがあって、まあ、その時にね、全然関係ないやというのでね、普通の人は流すんでしょうけど、私の場合はね、趣味のこととか興味のあることになると、まあ、気にせずにいらんないんで、まあ、ちょっと調べてこんな記事をアップさせていただきました。以上、転売王、堀秀夫でした。